誰かお客様の中にお医者様いらっしゃいませんか。ひどく憔悴したようなおかみの慌てた声。激務でうつ病を発症し、山奥の旅館で体を休めていた俺。正確にはもう医者を退職したのだが、人の命の危機を見過ごすわけにはいかない。そう思って、俺は助けることにした。この事件が、まさか俺の人生を激変させるとは、この時には思いもよらなかった。俺の名前は杉田誠一。都内の大病院で救命医として忙しい日々を送っていた。数日前までは、あまりの激務っぷりにうつ病を発症してしまい、つい先月退職をしたのだ。俺の勤めていた病院はかなり設備が充実していることもあり、常に患者であふれている。もちろんその分医者もいるにはいるのだが、到底間に合わないほど忙しいのだ。特に俺のいた救急病棟は大病院であるがゆえに、ひっきりなしに救急車が患者を連れてくる。特にここ最近は強力な流行り病のせいで、休みなんて概念は吹き飛ばされた。おかげでこの1年で体重はごっそりと減り、ついにはうつ病と認定されてしまったのだ。俺の家系は父が医者、母は看護師、弟は薬剤師と医療一家で、おまけに親戚もほとんどが医療従事者。医療関係を目指し、医療従事者として働くのが当たり前なので。医師がうつ病？情けない。人を助ける立場なんだぞ。と父には呆れられ、なんとなく実家には帰りづらい。幸か不幸か、激務のあまりお金は使ってこなかったので、しばらく暮らせるだけの貯金はある。次の仕事を何にするかを決める前に、たっぷりと気の済むまで休むことにしようと考えた。そして俺は療養も兼ねて、山奥の旅館に長期滞在することにした。ここは温泉と山の幸をふんだんに使った料理が自慢で空気もおいしい。少し歩けばきれいな川がせせらいでいて、療養にはぴったりだった。何も考えずにぼーっと過ごすのも、温泉に浸かってとろけるのも、今の俺にはどれも必要な休息で、心が洗われるような感覚さえした。何よりここの料理は本当においしい。おかみも気さくで、新しく仕事をしても、ここには定期的に来たいなと思う。ふふ、こんな山奥の何もないところで退屈しない？朝食を運ぶおかみはニコニコと問いかける。もしよかったら、ここから少し山を下ったところに、ちょっとした滝ともう一つ温泉があるのよ。最近若い夫婦が古い家をリノを、何だったかしら？とにかく綺麗にして、喫茶店もやっているみたいよ。リノベーションですかね。へえ、若い移住者もいるんだ。ありがとうございます。行ってきます。おかみに言われるがままに周辺を探索する。おかげで長期滞在でも退屈はしなかったし、どんどんこの旅館と周辺の集落が好きになった。よくよく考えれば山奥で最寄り駅がかなり遠いとはいえ、都心までは電車で一本だし、時間はかかるが、そこまで乗り継ぎが多いわけでもなく、ただ流れに任せて終点まで乗っていればいいので、アクセスもそんなに悪くはない。いいなあ、移住か。それも悪くはないなと、ぼんやり考えながら宿に戻る。そしてすっかり雰囲気も馴染んできた夜、食事どころで料理を堪能していると、何やら急に旅館が騒がしく、おかみがドタドタと走り回っていた。誰か、誰か、お医者様はいませんか？ひどく慌てていて、いつもきれいに整えられている夜会巻きも崩れてしまっていた。俺、救命医です。どうしましたか？正確にはもう医者ではないが、まだ免許はあるので嘘ではない。とにかく憔悴したおかみの助けになりたかった。こちらに。おかみは俺の腕をつかみ、小走りで厨房へかけていく。心なしか涙ぐんでいる。
主人がここの料理長なのですが、急に倒れてしまって。救急車は呼んでいるのですが、こんな偏僻な場所ですので、時間がかかります。ですが。走りながら状況を説明してくれるおかみ。言い切る前に厨房にたどり着き、そこには泡を吹いて倒れている男がいた。この人がここの料理長で、おかみの旦那さんなのだろう。お父さん、お父さん。若い女の子が倒れている男の肩を一生懸命に叩いている。失礼、ちょっとごめんね。リナ、お客様の中にお医者様がいたわ。どきなさい。急いで気道を確保し、脈を確認する。脈はかなり弱く、意識も息もない。AED の用意をお願いします。俺が必ず助けます。頑張ってくださいね。俺は必死で蘇生措置を行う。汗ばむ額も、折れそうなほど疲れる腕も何も気にならなかった。間もなく AED が到着する。帰ってこい。帰ってこい。どのくらいの時間が経ったのだろう。決死の処置により脈が戻ってきた。意識がまだだが呼吸もしている。なんとか一命は取り留めた。救急車到着しました。ガラガラと運び込まれるストレッチャーに乗せられ運ばれる料理長。俺は簡潔に状況を伝え、搬送される料理長と付き添うおかみを見送った。はい、よかったら使ってください。リナさんが冷たく絞った手ぬぐいを渡してくれる。気づけば俺は汗だくで、伝う汗に気づいてからは一気に熱く感じた。ありがとうございます。冷たい手ぬぐいが気持ちいい。父は大丈夫でしょうか。心配そうにうつむく彼女の肩に手を置く。大丈夫、生きてるよ。確かにあのままでは危なかったけど、君たちがすぐに対応したから。パッと顔を上げた彼女の顔は安堵していた。本当にありがとうございました。深く頭を下げて、リナさんはパタパタと走っていった。おかみが付き添いでいないので忙しいのだろう。俺は部屋に戻り、料理長の回復を祈った。翌日になっておかみは一人で帰ってきた。お母さん、お父さんは？慌てて駆け寄るリナさんに、おかみは優しく微笑んだ。もう大丈夫。意識も戻ったわ。杉田様、本当にありがとうございました。なんとお礼を申し上げたらいいか。リナさんの後ろにいた俺に深々と頭を下げる。しっかりと処置をしたとはいえ、意識が戻るまではやはり心配で、そわそわしているリナさんも気がかりで一緒にいたのだが、無事の報告が聞けてよかった。もう少し入院が必要みたいですが、今月中には帰ってこれそうです。ただ、命はあるものの、左半身に麻痺が残ってしまって、主人はそれが悔しくてならないようです。おかみはそっと目を伏せる。すぐに措置をして一命を取り留めたとはいえ、心肺停止状態だったのだ。多少なり後遺症があると思っていたが、料理人に麻痺か。そうですか、料理人なのに。リハビリで多少良くなるケースもありますが、今まで通りとはいかないですね。重い空気が俺たちを包み込む。お母さん、大丈夫。私がやるから。重い空気を断ち切るように、リナさんは明るく言った。何年お父さんの元で修行したと思ってるの？後を継ぐために調理学校にまで行って免許取ったんだから。袖をまくって見せるリナさんに、おかみは吹き出す。たくましい娘だこと。そうね。どちらにせよ父さんがいないなら、リナに任せるしかないし、お願いするわね。うん、美味しいよ、リナさん。料理長と遜色ないね。と言っても俺、料理に詳しいわけじゃないから、当てにならないか。その日の夜、リナさんが初めて料理長として腕を振るった夕食を食べて、俺は感心した。本当？
嬉しいな。自信になるよ。杉田さん、もう住んでるのかってくらいここにいてくれてるし、ここ最近毎日お父さんのご飯食べてたでしょ。だから杉田さんに褒められると嬉しい。そうはにかむりなさんは上機嫌で厨房に戻っていく。ごめんなさいね、はしゃいじゃって。本当にありがとう。医者であるあなたにいてもらえて心強いわ。入れ替わりできたおかみは温かいお茶を入れてくれる。いや、すみません。こんなに長居してしまって、どうにも落ち着いてしまって、この地に移住したいくらいですね。母と笑う俺におかみは優しく微笑む。あら、どうして？おかみになら話してもいいだろうか。俺はあまり重たくならないように口を開いた。ここには療養できたんです。つい先日まで救命病棟にいたのですが、恥ずかしながら嫌になって逃げるようにやめてしまったんです。おかみはそっと俺の背を撫でてくれた。人の命を預かるお仕事ですもの。大変でしたよね。それなのに、昨日は主人を助けるためにあんなに一生懸命になってくれてありがとう。おかみの目はうるうると涙に濡れてきらめいていた。移住を考えてくださるなら幸い。この付近にも少し降りた集落にも空き家はたくさんあるのよ。よければ案内するわ。翌日、約束通りおかみと旅館の門の前で待ち合わせる。いつものしゃっきりとした着物ではなく、今日はラフな格好だった。手始めに集落まで降りて、いくつか空き家を見せてもらう。どれもかなりきれいで広く、一人で住むにはもったいないほどだった。どこもきれいですね。昨日まで人が住んでたみたい。そう言ってもらえて嬉しいわ。何人かで手分けして掃除しているのよ。昔は山奥とはいえ温泉もあるし、それなりに栄えていたのだけれど、ずいぶん寂しくなってしまったわ。それでも最近は若い人がちらほらと癒しを求めて来てくれるようになったの。そう話しながら、少し前におかみが話していた古民家のカフェに着いた。ここのご夫婦もそうよ。半年くらい前かしら。あ、おかみさん、こんにちは。あら、珍しい。久しぶりの移住者ですか？俺は出てきた若い女の子に軽く会釈をする。せっかくなので、ここで昼食をとることにした。大将、倒れたんですって？大丈夫ですか？ええ、こちらの杉田さんが助けてくれたの。おかみと若い女の子と世間話を聞きながらコーヒーを飲む。メニューもどれも美味しそうだったし、移住してもランチには困らないな。なんて考えていると、これまた若い男の子がほかほかと湯気を立てたカレーを持ってきた。おい、さき、サボってないで働け。おかみさんすいません。おかみさんに懐いてるもんだからすぐ話に行ってしまって、迷惑だったら言ってやってくださいね。今日はお連れさんもいますし。話しぶりからして、このサキと呼ばれた女の子とカレーを持ってきた男の子が夫婦なんだろう。20代半ばといったところか。辺りを見回すとそれなりににぎわっているようだ。あちらこちらで夫婦が呼ばれ、和気あいあいとした雰囲気だ。時々良平と聞こえるので、それが男の子の名前なんだろう。さ、お腹も膨れましたし、もう少し見て回りましょうか。あまり広くはない集落なので、ものの30分であらかた見終えた。ちょっとしたコンビニの役割を果たす雑貨屋や小さな八百屋、思いのほか老人ばかりではなく一クラスしかないという学校もあった。そして帰り、小さな洋館が気になった。おかみさん、あの建物は？数年前までやっていたこの辺唯一の診療所ですよ。今は医師がいないので閉鎖されていますが、入ってみますか？入るとすごくきれいに掃除された診療所だった。中もかなり広く、それなりに充実している。進められるままに待合のベンチに座る。ここは私の兄がやっていた診療所なんです。兄が他界するまでは
ここで処置をして必要であれば、ここから1時間ほどの病院へ行っていました。道理で救急車の到着まで時間がかかったわけだ。よければ中を見て回っても？ええ、もちろんです。好きなだけ見てくださいな。病室も設備も必要最低限のものは揃っている。今すぐにでも開業できそうだ。ここで診療所を開いたら助かる人は増えるんだろうか。病院を回りながらふとそんな風に考える自分がいた。正直ものすごく悩んでいる。そもそも医者であることに疲れて鬱になり退職したのだ。場所を変えたからって医者としてうまくやっていけるのだろうか。しかし今朝料理長を助けられた事実に高揚した。そうだ、俺は家族のレールに敷かれたまま医者を目指したわけじゃない。医者が忙しいのなんて休館で深夜でも呼び出されて家を出ていく父を見て知っていた。それでも俺が医者になったのは誰かの助けになりたかったからだ。ここで診療所を開けば助かる人は多いのでしょうか。おかみは大きくうなずく。もちろんです。持病を抱えている方も多いですし、良平さん、あの古民家の、彼が定期的に車でみんなを病院に連れて行ってくれるんですよ。だからあんなにもあの夫婦は慕われているのか。しかしそれでは急変したり彼が忙しいと大変だな。おかみさん、俺ここで診療所を開こうかと思います。それからの準備はなかなか大変だった。急ピッチで自分の引っ越しや診療所の開業申請をする。思いのほかお金はかからなかった。買い取るつもりだった診療所はおかみがそのまま譲ってくれたのだ。診療所ができるならみんな喜びますし、よければこの診療所をもらってください。兄もその方が喜びます。その分設備投資に回してくれると嬉しいです。言葉通り設備の点検をし、古すぎるものは処分して新しいものにした。杉田さん、忙しく開業に向けての準備をしていると後ろから声をかけられる。そこにいたのはリナさんが押す車椅子に座る料理長の姿だった。あ、こんにちは。退院できたんですね。よかった。お客さんのおかげで帰ってこられました。本当にありがとう。ぎこちなく深いお辞儀をする料理長。左半身の麻痺がしんどそうだ。手は使えなくなってしまったし、料理は引退するけど、頼もしい娘がいるから大丈夫。あと少し遅かったら死んでいたと聞いて、帰ってこれただけでありがたいよ。悲しそうに動きにくい左手を撫でている料理長を眺め、残念そうな顔をするリナさん。しばらくはリハビリに通うようだ。杉田さん、ここで診療所やってくれるんでしょ。これでみんな安心だね。少し重くなった空気を払いのけるようにリナさんはパンと手をたたいた。よし、じゃあここで大手だ。ああ、負けた。大将強すぎですよ。何言ってんだ誠一、お前が弱いんだよ。頭を抱える俺、ガハハと大口を分けて笑う大将。それを見ながら口々に話す集落の人たち。無事に開業した診療所、数年経った今ではちょっとした憩いの場になっている。山奥で持病はありつつもそこまで重篤ではない患者が多いので、毎日の診療という名の世間話をし、一通り身を得るとその日はもうそれで終わることも多い。待合室で将棋大会が始まり、みんなで大笑いする。たまに休館が来るが、その時はみんな一斉に手伝ってくれる。子連れのお母さんの具合が悪いなら診療中一生懸命に子供とじゃれているし、この前子供が山を滑り落ちて大きな傷を作ってきた時なんかは、大丈夫だ、誠一が何とかしてくれるさ、と一番慌てた様子でお茶を出す人がいたり。こんなアットホームな診療所なので俺も楽しくやれている。ちょっと、また待ち合いでたむろして、
せいちゃんも何一緒になって遊んでるの？昼食の弁当を届けに来たリナが一括する。これもまたルーティンみたいなものだ。おお、こわ。そんなにカリカリすんなよリナ。大丈夫だよ。患者が来たら誠一はしっかりしてるよ。大将がリナの頭をポンポンと撫でると、待ち合いにいた住人たちはゾロゾロと出ていく。おそらく良平さんのところに行くのだろう。ありがとう、リナ。お茶飲むだろう。こうして昼食は二人でゆっくりとリナの作った弁当をつつく。なんて充実した毎日なんだろうとほっとした気持ちになる。ここの患者のほとんどは集落の人たちで、言ってしまえば暇なのだ。基本的に毎日の定期検診で終わってしまう。最初の頃は診察が終わると、ぼーっとして過ごすことも多かったくらいだ。こんだけ暇だと気もめいるだろ。まあ病人であふれ返ってるよりはいいんだろうけどな。と、大将が将棋に誘ってくれたのがきっかけで、俺も集落の人たちに馴染めたし、退屈しない毎日を送っている。リナと昼食をとった後は往診に出かけたり、何もなければ診療所で本を読んだりしている。そうして時々飛び込みや電話で急患が来て一日が終わる。そういえばお腹、ずいぶん大きくなったね。順調そうだ。大きくなったリナのお腹を撫でる。あ、蹴った。リナのお腹には今双子がいる。生まれるまであと少し。俺たちはその日を待ち望んでいる。開業して以来、リナは診療日には毎日弁当を届けてくれていて、そこから自然と惹かれ合い、いつしか一緒に住むようになり結婚したのだ。正直リナの方が旅館の仕事もあるので忙しいのだが、こうして毎日お昼には俺に会いに来てくれる。今日の午後は検診だよね。今日はこの後往診の予定もないから一緒に行こうか。昼食を終え、手早く片付けて車を取りに行く。すると、携帯に一本の電話が来た。誠一、元気でやっているか？それは父から数年ぶりの電話だった。結婚が決まった時に一応メールで報告はしたのだが、それ以来の連絡。うん、元気にやってるよ。山奥の診療所はどうだ？空気も良くて最高だよ。都会の喧騒よりこっちの方が性に合ってるみたいだ。そうか、元気ならよかった。近々子供が生まれるんだ。温泉もあるし、子供が生まれたら会いにおいでよ。数年ぶりの電話は気まずいものに終わってしまったが、一応心配はしてくれているようだ。携帯をしまい、急いでリナのところへ向かう。複雑な顔してるね。あ、うん。さっき父さんから電話来てさ。車に乗り込むリナとたわいもない話をしながら麓の病院へ。ささやかな日常が本当に幸せだ。数日が過ぎ、予定日に無事に子供が生まれた。かなりの安産で母子ともに健康。俺は数日前に電話した父にメールを入れる。男女の双子が生まれました。母子ともに健康です。意外にも返事はすぐに来た。おめでとう。大事に育ててください。月末にでも母さんとそちらに行けたらと思っていますが、都合はいかがですか？意外だった。両親がこちらに来ようとするなんて。特に母親は田舎が大嫌いな人だった。大将、おかみ、来週あたりうちの両親がこちらに来たいと。あら、よかったじゃない。月末ね、お部屋空いてるわよ。大丈夫です。旅館に空きがあります。わかりました。では来週に。メールだけなのにひどく緊張した。顔を合わせるのはいつぶりだろうか。両親ともに忙しい人だった上に、俺も激務だったので、救命病棟勤務の時はまともに顔も合わせていない。辞めた時に一度実家に顔を出そうと電話したら、情けないと言われそれから少し避けていたのだ。約束の日、菓子折りを持って両親が旅館に来る。
ご挨拶が遅れまして申し訳ありません。誠一の父です。ささやかですがお納めください。いつも誠一がお世話になっています。仰々しく頭を下げる父に女将は微笑んで、とんでもありません。助けられているのは私どもです。さあどうぞ中へ。両親のための用意した客室に案内している途中、いいところだな、ぼそりと父がつぶやいた。ああ、療養でここに来たらすっかり気に入ってしまってね。誠一さん、ここ温泉も有名なんだそうね。うん、眺めもいいし、後で案内するよ。気まずそうに会話する親子の姿にニコニコとするおかみ。誠一さんはね、私たちの恩人なんですの。だから娘と一緒になって、この地でお医者様でいてくれてるのに感謝してますわ。さあ、長旅でお疲れでしょうから、まずはゆっくりお休みになってくださいな。一番上等な客室に両親を案内すると、俺を置いてお上は戻っていった。重たい沈黙が続く。すまなかったな、誠一。プレッシャーをかけたいわけじゃなかったんだ。父が頭を下げる。よく言うわ、この人。誠一さんが医者を辞めたことをずっと残念がってたのよ。だからあんな言い方をしたのね。母は畳に大の字になっていった。少し休憩したら診療所へ連れて行ってよ。誠一さんがどんなところで働いているか見てみたいわ。そう言って寝返りを打つと、あっという間にスースーと寝息を立ててしまった。私も少し寝る。夕飯になったら起こしてくれ。診療所は明日行こう。気まずそうに父が背を向けるので、俺は客室を出て行った。母は寝たふりをしていたのだろう。間仕切りを閉めて廊下への扉に手をかけると。もう、せっかく誠一さんとお話しできるようにって寝たふりしたのに。と、母の怒る声がかすかに聞こえた。俺は笑いをこらえながら客室を出て、父は不器用な人なんだなと思った。夕食では両親はリナの料理を絶賛し、大将は俺に命を助けられたと雄弁に語り、両親に可愛い双子をお披露目したら、あっという間にメロメロになってしまった。温泉に父と浸かりながらポツポツと話す。親子の時間を取り戻すように話していたら、あっという間にのぼせてしまった。翌日には診療所も見学し、にぎやかな待合室に面食らっていたが、最後には、お前はいいところに住んでいるな、元気そうでよかった、また来るよ、今度はみんなも連れてこちらにも遊びにおいで、そう言って帰って行った。お父さんと仲直りしたの？うん、勝手に俺が反抗期だったみたいだ。リナは小さく笑って言う。この子たちが大きくなったら遊園地にでも行きましょう。もちろんお父さんたちも一緒に。そうだね、と小さく返事をして、俺たちは山奥のゆったりとした暮らしに帰っていった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。テレビ局までお願いします。そう言ってタクシーに乗り込んできたのはかつての恋人だった。一目見た瞬間わかった。そしてどうやら彼女も僕の正体に気づいているようだった。今や有名女優の彼女はタクシーの運転手である僕を明らかに見下している様子。その証拠にこちらを見ながら、貧乏くさいタクシーのうんちゃんと、あの時結婚しなくて大正解だったわ、と言ってきた。しかし、そんな言葉は僕には全く響かなかった。こちらを見ながら次々と暴言を吐く彼女からは、あふれんばかりの疲れが感じ取れたから。まるで覇気のない彼女。その姿は、今をときめく有名女優にもかかわらず、全く幸せそうではなかった。この後、タクシーを降りようとする彼女に
真実が突きつけられる。そして僕にも思いもよらなかった未来が待っているのだった。僕の名前は坂口誠、東京都出身、都内在住の33歳、いわゆる生粋の江戸っ子である。いや、今はもうそんな表現が適切ではないだろうか。強いて言うなら都会っ子とでも言っておこう。とにかく生まれも育ちも東京である僕は今、都内で個人タクシーの運転手をしている。他の県のタクシー事情はわからないが、自分的にはタクシーの運転手という仕事は楽しい出来事がとても多い気がする。なんといっても毎日数えきれない人との出会いがあるのだ。ある時は買い物袋をいっぱいにぶら下げて帰っているおばあちゃん、またある時は飲み会帰りのお父さんや、幸せを絵に描いたようなカップル、中には一世一代の大学入試を控えた受験生なんかもいたりした。タクシーを利用してくれる人々には皆それぞれに違った背景があるように思う。なぜなら日本において交通機関はたくさん存在するから。特に電車という早くてお手頃な交通機関が存在するのに、あえてタクシーを利用してくれているのだから、みなそれなりの理由を持った人ばかりだった。まあ多くが急いでいるとか、電車がないところに行きたいとか、終電が終わったとかだけど、それでも誰かの人生の一つの架け橋をしているような感覚になるこの仕事が僕はとても好きだった。そんなある日のこと、この日はちょっと珍しいお客さんが乗車した。すみません、五反田の駅下ビルまでちょっと急いでるんですけど、20分で着きたくて、よろしくお願いします。そう言いながら乗り込んできたのは、カジュアルながらも清潔感あふれる服装に身を包んだ端正な顔立ちの青年だった。彼は乗り込むなり少し不安げに車内を見渡している。そして携帯で何度も時間を確認しているのが見て取れた。どうやらあまりタクシーに乗り慣れていないようだ。その緊張に加えて急いでいることから、かなり気がせいている様子だった。しかし彼の焦りは杞憂。ここから目的地までは普通に向かっても20分弱で着くことが可能な距離、信号とかがうまくいく場合は15分ほどで着くと、タクシー運転手ならではの勘がそう告げていた。なので僕はニコッと穏やかに微笑みながら彼に声をかける。承知いたしました、時間内に着くようにしますから、ご安心してお過ごしくださいませ。その言葉に彼は安心したように笑いながら、おでこに浮かぶ汗をそっとハンカチで拭ったのだった。そこから約20分ほどのタクシーの旅が始まる。お客様によっては話しかけられるのが苦手な人もいるが、彼は全然大丈夫なタイプなようだ。むしろ緊張を紛らわすためにおしゃべりをしたいようで、僕たちは雑談をしながら目的地に向かった。あ、じゃあ今からオーディションなんですか？どうやらかなり急いでいた様子の彼は、オーディションに向かう途中だったようだ。第一面接に受かって今日が第二面接の日。これに合格すれば、来年公開の映画に抜擢されるとのことだった。それなのに、慣れない土地に向かう途中で電車を乗り間違えてしまったらしい。途方に暮れて絶望しながら、最後の手段でタクシーに乗り込んだということだった。そんな話を聞きながら僕はナビに従い最短経路を進む。道はあまり混んでいないようで、想像以上にスイスイ運転できた。結果、信号に引っかかることなく進んだタクシーは、予定時刻より少し早く目的地に到着したのだった。到着しました。ではオーディション頑張ってください。応援しています。はい、頑張ります。ありがとうございました。全力で応援する僕に対して彼は力強い笑顔を向ける。田舎から上京してきて半年ほどだという彼は、純粋そうな表情の中に光る役者魂を宿しながら、オーディションのあるビルに入っていったのだった。その背中を僕はほっこりした気持ちで見つめる。輝く今の彼に
いつかの僕を重ねてしまったのだ。というのも、僕は若い頃芸能活動をしていたのだ。彼のように芸能界を夢見て、いろんな仕事にチャレンジしていた時もあった。始まりは母が僕をキッズモデルとして応募したのがきっかけだ。そこで運よく合格した僕は、いろんな会社の広告のモデルをする中で、あれよあれよという間に芸能界入りを果たした。昔から物覚えだけは人一倍早かった僕は、セリフを覚えるのは全く苦ではなかった。それに加えて、基本的に陽気でニコニコした性格だから、愛嬌のある子供だったのだと思う。子役の頃はそれなりに活躍することができていた。しかし芸能界はそう簡単にはいかないものだ。一括りに子役といってもかなりの人数がいるのが現実。その中でずっと活躍を続けていける人はほんの一握りだった。そんな中、僕も成長とともにどんどん仕事がなくなっていった。もちろんたくさんオーディションを受けた。しかし結果はどれも惨敗。頑張っても売れる未来が描けないことに諦めがついたのは二十歳の時だった。そんな僕の諦めに加速を与えたのはある女性の存在だ。彼女の名前は香坂美鈴。同じ事務所の女優志望でモデルをしている女性だった。そして実は当時の僕の彼女だった。とはいえ小さいながらも一応お互い芸能人なので、事務所や世間には内緒の関係。それでもお互いを鼓舞し合いながら、良好なお付き合いを数年続けていた。しかし僕が芸能界引退について彼女に相談した瞬間、その関係は一気に崩れてしまった。芸能界を辞めようかと思うんだ、という僕に対して、美鈴は嫌悪感を丸出しの表情で、あっそ。じゃあやめて。私とももうお別れよ。負け犬には私、興味ないもん。と言って、見事に振られたのだった。美鈴にとっては芸能人ではなくなる僕は、まるで、用のない人、とでも言いたげな様子だった。でも、それも仕方のない話なのかもしれない。彼女は女優として成功するために努力を惜しまない人だった。売れないからという理由で、芸能界から逃げる僕が許せなかったのだろう。でも僕はそんな美鈴の言葉に大層ショックを受けた。人間として彼女が好きだったから、相手も同じだと信じていたのだ。それが違ったことに悲しさでいっぱいになった僕、ますますその世界からおさらばする意志を強くしてしまい、彼女と別れるとともに芸能界を後にしたのだった。こうして一般人に戻った僕は、次の職としてタクシー運転手に転向した。それからはタクシー運転手一筋。もともとドライブが好きだった僕は、みるみるうちにこの仕事にのめり込んでいった。今では独立して個人タクシー運転手として業務に励む日々。それが本当に楽しいと感じる毎日である。特に今日のお客様は自分と重ねてしまうところがある青年だっただけに、この仕事のやりがいを感じるのもひとしおだ。自分には叶えられなかった夢を、光る目を持つ彼に叶えてほしいなという気持ちでいっぱいだった。ところで僕がタクシー会社に就職したのは21歳の時。ちょうど2種の免許を取得した後で、そのまま大手の会社に入社した。当時はまだ芸能活動を引退して間もなかった時なので、お客さんの中には芸能活動をしていた頃の僕を知る人もたまにいたものだ。そんな人たちは一度利用した後、次回からは指名してくれたりもした。おかげでそれなりにひいきのお客様もついたことで、会社でもトップクラスの売り上げを出すことができていた。スコアが目に見えてあることでやりがいを感じるし、どうせ働くならお客様にも気持ちいい空間を提供したい。そんな思いから僕は毎日真面目に働いていたのだった。転機が訪れたのは、タクシー会社で働き始めて10年目。それは個人タクシーの申請が可能になる年だった。生活において少し変化が欲しくなってきた僕は、個人タクシー事業で独立することを考え始めていた。なんとなく会社内でその旨を相談してみた。
するとたまたま会社の OB で個人タクシーを引退する人がいるとのこと。その人に、よかったらその事業僕に引き継がさせてもらえませんかと尋ねたところ、快諾してもらえたので、その人の事業を譲り受けることができたのだった。それからというもの、僕は会社を辞めて独立し、個人タクシーとして働き始めた。もともと真面目な性格で、お客様第一に仕事をしていたのもあり、そのモットーのまま仕事に励むことで、僕は順調に業績を伸ばしていった。しかし、個人タクシーになることで、お客様の声やタクシー業界の実態は、今まで以上に敏感に聞こえてくるもの。乗客や同業者からの情報で、タクシー自体が減少し、必要としている人のところまで行き届いていないという現状があることを知った。特に都内の高齢世帯が一番の問題らしい。タクシーを最も必要としているのに減少の煽りを受けて、満足に利用できない実情を目の当たりにしたのだった。この現象は何としても打開したい。でも僕一人でカバーできる客の人数は限られている。するとおのずとサービスが行き届かないのも自明だった。どうにかならないだろうか。一人でも多くのタクシーを必要としている人のためにも、僕にできることはないだろうか。日に日にそんな思いが強くなっていた僕は、ついに新しい事業を立ち上げることにした。タクシー難民のための新事業サービス。成功するかはわからないけど、とにかくタクシーの普及につながれば、との思いでいっぱいだった。しかし結果としてこの事業は大成功することになる。新事業に伴って僕が立ち上げた会社も急成長を遂げていったのだった。それからの日々は新事業の仕事が忙しい毎日だったが、僕は現状視察も兼ねて個人タクシーを続けていた。初心忘るるべからずである。なるべく現場で偵察をしながらタクシーを走らせていたのだった。そんなある日のこと、いつも通りタクシーの乗客待ちをしていた時、ある女性が乗り込んできた。行き先を尋ねると、某テレビ局に向かってほしいとのこと。声に聞き覚えがあり、ちらっとそのお客様の顔を見てみると、その風貌にもどこか見覚えがあった。いや、正確にはよく知っている人である。今もテレビで見かける女優、それは昔別れた元カノの美鈴だった。彼女の方も僕の存在には気づいている様子だ。乗務員証を見た後、鏡越しにこちらに視線をよこし、目を合わせてきた。そのまま彼女は、久しぶりね、10年くらいかしら、という。その声と表情は、驚くほど疲れた様子で、聞いただけでも元気がないのは明らかだった。僕も、久しぶり、そうだね、それくらいだ、と返して、そのままタクシーを走らせる。行き先は、彼女の希望通り、テレビ局。時間にして、おおよそ30分程度のタクシー旅が始まった。美鈴はあれからもずっと芸能活動を続けていた。きっと血のにじむような努力を続けていたのだろう。女優として成功し、今では主役を張れるまでになっていた。そんな彼女だから、芸能界から逃げた僕のことを見下しているのは確実。その証拠に後部座席に乗車している間も、貧乏くさいタクシーのうんちゃんと結婚しなくて大正解だったわ、とバカにしてきたのだった。しかしこの言葉は僕には全く響かなかった。というのも、そんな言葉を投げかける彼女の声は、どこまでも疲れがにじんでおり、覇気のないものだったからだ。腹が立つまでもなく、あえて喧嘩をしたくない気持ちが先行する。自分的にも言わせておけばいいや、くらいの気持ちとなった。僕は彼女の言葉にいちいちイライラしたり、聞きとどめることなく、静かにタクシーを運転していたのだった。そんな車中、テレビ局に向かう車中でも美鈴の口は止まらない。今度は主役で映画を撮るとか、あの頃と違ってマネージャーと付き人が何人もついているのとか、
外を歩けば指を刺されない日はないから大変とか。とにかく彼女はずっと今の自分を僕に自慢していた。それらに対して僕は当たり障りない返事をしてやり過ごす。ミラー越しにちらちらこちらを見て反応を伺っていたのは分かっていたが、あえて大きく反応することもなく運転に集中していた。そしてタクシー移動も残り半分に迫ろうとしている時、彼女は、はぁ、とため息をつきながら、私は逃げずに頑張っているのよ。こんなところでしょぼい人生を送るあなたとは違うの。と言い捨て、今度はすっかり黙り込んでしまった。僕はその言葉にも何も返さなかった。というより、返せなかったのかもしれない。ずいぶん昔に引退している身とはいえ、少なからず芸能界の厳しさを知っているから、その苦悩に耐えられずに辞めたので、そこで頑張ってのし上がったみすずを否定する気にはならなかった。簡単に言うと、僕はずっと彼女を尊敬していたのだ。ひどい別れ方をした後、芸能人と一般人という全く違う人生を歩み始めても、僕の中で彼女は憧れの対象であった。そんな感情が心の中にあったので、僕は黙ってみすずの暴言を受け止めていたのだった。そうして、事故もなく安全にタクシーはテレビ局に到着。後部座席に座るみすずは相変わらず疲れているのか、不機嫌そうな表情で窓の外を眺めていた。清算が終わり、タクシーから降りようとするみすず。そんな彼女に向かって、僕は静かに口を開いた。僕は芸能界から逃げた身だ。僕が話し始めるとは思っていなかったらしい。彼女は目を大きく開けながら驚いた表情でこちらを見ていた。僕はその瞳を見つめ返しながら言葉を続ける。だからこそその厳しさの中で頑張っているみすずを尊敬してるよ。君の頑張りはあの時からずっと続いて今に至っているはずだ。僕はずっと陰ながら応援しているからね。準備していたわけでもないのに、自分でも驚くほどスルスルと言葉が出てきた。ありのままの本心だったのだろう。僕は微笑みながら、頑張ってね、と伝えた。それを聞いた彼女は、心なしか泣きそうな顔をしている。僕を見つめるその瞳は、明らかに先ほどまでの怒りと見下しを含んだものとは変わっていた。その時、突然テレビ局からカメラと記者が飛び出してきた。こちらに向かってきて、タクシーの横から何やら話しかけてくる様子。それを見たみすずは、途端に女優の顔になり、キリッとした表情で車のウィンドウを開けた。そしてカメラに向かって、何ですか?と問いかけた。記者は女優に声をかけられて、驚いた様子を見せたものの、すぐに体勢を整え、申し訳なさそうに。すみません、あなたじゃなくて、運転手の彼への取材です、と言った。え?私じゃなくて彼に?どうして?と驚くみすず。しかし記者は、そんな彼女を全く気に留めない。そして僕に向かって、改めてカメラとマイクを向けてきた。そして驚くみすずをよそに、記者から驚きの発言が飛び出したのだった。もう坂口さん、いつ会社に伺ってもいないから困りますよ。成功の秘訣、今日こそは教えてもらいますからね。実は僕は新事業として乗り合いタクシーの会社を立ち上げていた。タクシー難民は増える一方なのに、タクシー運転手はどんどん減少する現状。それを打開するために一番手早い方法が乗り合いタクシーだった。なんといっても少人数の乗務員で大勢のタクシー難民をカバーすることができるのだから、これは業界内でも画期的な事業だった。システムはというと、あらかじめ迎えに行く場所と行き先、日にちを登録すれば、同じ行き先の客を乗せて一緒に運んでくれるというもの。料金も普通のタクシーよりだいぶ安く抑えることができるというメリットも持っていた。中には複数に迎えに行くので、
少々時間はかかるというデメリットもあったが、それでも主に移動手段のない高齢者を中心に、このサービスは広く受け入れられていた。話題になり始めて少しした頃、この事業にテレビの取材が入り、インタビューを受けた。それがこの事業の、いや、僕の大きな起点になった。自分で言うのもなんだけど、一応は芸能活動をしていただけに、見た目はそんなに悪くないらしい。一躍、イケメンタクシー運転手として、巷で話題になっていたのだった。その影響で、今も取材がひっきりなしに舞い込んでくるのだが、僕には前線に出て偵察に出る方が大事。だから取材は基本的にお断りしているのだが、それでも、なんとか受けてくださいよ、と、たびたび事務所に取材班が訪れるのだった。このテレビ局の記者もそうだ。つい先日取材に来てくれたのだが、僕が運転手として出動していたからタイミングが合わなくて取材ができずに終わっていた。そんな中、僕のタクシーがテレビ局に入ってきたのを見た記者が、車体から僕の乗る個人タクシーだと気がついたらしい。時の人をインタビューするために急いで飛び出してきたということだった。急な取材に驚きつつも、インタビューが事業のために役立つのも事実。こうして重たいカメラとマイクを持って走ってきてくれた記者たちの思いを無下にするのも良くないと思って、僕は街頭インタビューを受け入れることにした。どうして乗り合いタクシーの事業を始めようと思ったのか、新しいことにチャレンジする原動力は何か、今後の目標はどんなものか、そんな質問に僕は笑顔で答える。場を和ませながら和気あいあいとした空間を提供することで楽しい取材時間をくれたと思う。これはおそらく僕の中のかつての芸能人魂が発動したのだろう。人前で話すことや思いを伝えることは今でもやっぱり楽しくて得意だった。そんな僕を離れたところで美鈴がじっと見ていた。彼女の表情は読めなかったけれど、乗り込んできた時の嫌悪感は遠くの彼女からは見られなかった。後日、僕の仕事用のスマホに一件の連絡が入った。全く知らない電話番号。出るか出ないか悩んだけれど、仕事の連絡だろうから出てみることにした。もしもし、坂口です。あ、もしもし。私、美鈴。なんと、知らない電話番号の相手は美鈴だった。まさか彼女から連絡が来るなんて、そんなことみじんも思っていなかっただけに衝撃でいっぱいだったが、なんとか驚きを抑えながら返答をした。でもどうしてこの連絡先を知っているのだろう。確か僕は彼女とは連絡先を交換していないはず。そのことを尋ねると彼女は、テレビ局の人に連絡先を聞いたの。勝手なことしてしまってごめんなさいと言っていた。そこから少し挨拶がてら雑談を交えながら話す。この前のインタビューのこと、僕の現在を知らなかったから驚いたとのことだった。そして驚くことに彼女が、会って話がしたいと言ってきた。その言葉自体にもものすごく驚いたが、僕が引っかかったのは彼女の声。会いたいという声はなんだか苦しそうで悲痛な音に聞こえた。かつての恋人であり盟友であり尊敬する人である女性、その人が何かで苦しんでいるのなら少しでも手を差し伸べてあげたい。僕はその日のうちに美鈴に会いに行くことにした。でも相手は有名女優なので細心の注意が必要。もし万が一写真を撮られても誤解されないように僕は個人タクシーで美鈴を迎えに行った。僕を待つ彼女の前で普通の運転手らしく何でもない様子でタクシーの扉を開ける。美鈴もお願いしますと他人行儀な様子で乗り込んできた。こうして誰もいないプライベートな空間を作ることができた僕は、美鈴をタクシーに乗せ都内を走り回りながら話を聞くことにした。少しの間黙っていた美鈴だが、次第に口を開き始めた。まず初めに口にしたのは、
僕に対してひどいことをいっぱい言ってごめんなさいという謝罪だった。遡ること十数年前、美鈴は僕たち二人は芸能界で一緒に戦う同士だと思っていたらしい。でも僕は颯爽と芸能界を辞める決断を下した。それが裏切られた気がして恨めしかったとの旨を伝えてくれた。それは間違いではない。実際僕は芸能界から逃げたのが事実。美鈴からすると僕の行動はある種の裏切りに思えたのだろう。当時の言い方について懺悔する彼女に僕は、別に怒ってないから気にしないでと伝えた。すると彼女は心なしか穏やかな顔つきになって、でもねと言葉を続けた。でもね、本当は誠が羨ましかったの。予想外の言葉にキョトンとする僕。芸能界に執着している私とは違って新しい世界に行こうとしている誠が眩しかった。私はどうしても飛び出していくことができなかったから、だから別れ際にあんなひどいことを言ってしまったの。そういう美鈴はやはり辛そうだった。だって私が必死にしがみついている芸能界を辞めるって言った誠の顔がなんだかすごく晴れやかだったんだもの。それが嫌だった。憎らしかったの。そう言って美鈴は涙をこぼす。初めて聞く彼女の本音は想像していたよりも繊細でか弱いものだった。僕が知らない彼女の姿でも、その内なるところに秘められたものは、僕が知る彼女の美しさがそのまま残っているようだった。美鈴が勇気を出して当時のことを本音で語ってくれたから、僕も本心を彼女に伝える。美鈴はものすごく頑張って今の地位を築いたんだろ。僕よりよっぽど根性があって努力家だよ。君を見てるとあの時一緒にいた自分が誇らしくなる。いつだって美鈴は僕の憧れだよ。すると彼女はますます口をへの字にさせて涙をポロポロと流しながら笑い始めた。いわゆる泣き笑いである。ありがとう。そう、私本当に頑張った。すごくすごく頑張ったの。でもあなたも新しい世界で成功していたのね。きっとすごい努力してきたんでしょ。美鈴に言われ、僕も素直にうなずく。ああ、めちゃくちゃ頑張ったよ。そういう言葉に嘘は一つもなかった。その後は近況や昔話に花を咲かせ、僕は美鈴を家まで送り届けた。時間にして1時間半くらいのドライブ。でも驚くほど一瞬の時間だった。降りるとき彼女が、これからも連絡していいかなと言った。僕はもちろんと答えながら個人のスマホのアドレスを教えた。タクシーの依頼もこっちのアドレスに送ってくれたらいいからねと言うと、彼女はふふふと微笑んでいた。それからというもの、何度か美鈴の依頼でタクシーとして送り迎えをした。そのうち美鈴の長距離依頼も受けるように。そうするうちに、いつしか僕たちは二人で会う時間が増えていった。そんなある日のこと、彼女から改めてタクシー配車の依頼が来た。その内容は少し珍しく、山奥のロケ地へ泊まりで送迎とのこと。まるまる二日を要する大掛かりな依頼だった。もちろん依頼を受け入れるつもりだったが、個人的にそのロケ地の土地柄が気になっていたので、偵察も兼ねて快諾することにした。実際土地に赴いてみると、タクシーの普及は想像以上に悪いもの。それでも高齢者が多いからタクシーの需要は多いように思われた。どうやら町の人が利用しているのはバスがメインになるらしく、それは土地柄2時間に1本程度のものだった。ここでお手軽に利用できる乗り合いタクシーがあれば、人々の暮らしはもっと楽になるのではないだろうか。僕は町の人の声をしっかりと聞くべく、たくさん聞き込みに回った。そんなこんなで
あちこちで下見をしているうちに美鈴の撮影が終わったようだ。僕が宿泊施設で事務作業をしていると、同じホテルに泊まっていた彼女に呼び出された。ちょっとついてきてと言われてついていくと、そこは落ち着いたテラス。天井は吹き抜けになっており、空には都会では体験することができないような満天の星空が輝いていた。すごい綺麗だな。感動してしまうよ。そうでしょ、心が洗われるよね。僕たち二人は静かに夜空を眺める。静寂が僕らを支配していても何も苦痛ではなかった。そんな空間を初めに変えたのは美鈴の方だった。スーッと深呼吸をする息遣いさえ聞こえる空気感の中、彼女は恐る恐る口を開いた。あのね、笑わないで聞いてほしいことがあるの。うん、何？笑わないよ。キラキラ輝く眩しい瞳が少し不安げに揺れながらこちらを見ている。僕も真剣に見つめ返した。ずっと誠のことが好きだった。忘れようと思っても忘れられなかったの。私、今でもあなたが好きです。耳から頭に、そして心に駆け抜けるそんな言葉。それを受けて頭で考えるより先に僕は答えを返していた。僕も美鈴のことを忘れたことはないよ。テレビで見るたびに胸が痛んだくらい僕も好きだよ。本当に？本当に私を好きでいてくれてるの？うん、好きだよ。今も昔も変わらずありのままの君が好きだよ。十数年を経て、こうして僕たちは再び愛情を確かめ合った。好意を打ち明けた後、二人で顔を見合わせて笑い合う。僕たちは改めてもう一度付き合うようになったのだった。僕が個人タクシー運転手で、それを隠れ蓑にしていたので、美鈴との密会はなかなかバレることはなかった。しかしそれもここまでの話。もうすぐ芸能誌のトップを有名女優の結婚がにぎわせることになるだろう。だって僕は先日プロポーズをしたから。彼女がそれを受け入れてくれて、僕と美鈴は結婚を決めたのだった。それに際して僕と美鈴はある賭けをしている。イケメンタクシー運転手と超有名人気女優、どちらが紙面で多くのトップを取るのかという議題だ。もちろん僕は自分の乾杯を悟ってはいるが、美鈴が面白そうに言うのでその賭けに乗ることにした。でももし万が一僕が勝った日には、渾身のドヤ顔でも披露してあげよう。あ、そういえば少し前にタクシーでオーディション会場に送ってあげた俳優志望の青年、どうやらオーディションに通過することができたらしい。もうすぐ公開される映画のポスターに小さく写っているのを見かけた。きっとまだまだちょい役に違いないけど、こういった少しの出番が積み重なって大役につながるのだ。主役級になるまでに乗り越えるべき試練の初めの一歩。そこに彼が立つことができているのが分かって嬉しい気持ちでいっぱいである。いつか有名になったら美鈴にも教えてあげよう。タクシー運転手だって人の人生を選ぶ仕事だと自慢してみるのもいいかもしれない。ともあれ、今日も僕は個人タクシーで女優を現場まで送っていく。いつも降りるお客様にはありがとうございましたと言う。今日のお客様にはその言葉の代わりに、いってらっしゃいと声をかけながら。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。責任を取っていただきます。え？そう言われ、俺はあっけに取られてしまった。一週間前に助けた女性にそんなことを言われるとは思っていなかったからだ。そもそも彼女が俺のところにお礼を言いに来るとは思っていなかった。
だって俺はお礼を言ってもらえるような存在ではないから。なんて返したらいいかわからず困惑をしている俺に、女性はにっこりと笑う。とりあえず一緒に行きましょうか。そう言い、彼女は俺にタワマン最上階の鍵を渡してきた。あなたなら大丈夫。くすぶっていた俺に優しく声をかけてくれる女性。そしてこの日から俺の人生は大きく好転していくことになる。俺は島優斗。現在バイトでその日暮らしをしているフリーターだ。俺の実家は地方にあり、もう何年も帰っていない。裕福というほどではないが、金に困ることはなく、大学までしっかり出してくれた。そんな一般的な家で生まれ育った俺は、現在築40年のボロアパートに住んでいる。はあ、こんな時間か。夜明けとともに目が覚め、部屋を見渡す。室内の惨状が目の当たりに見える。カビ臭い部屋。そこが俺が暮らしている部屋だ。片付けないとな。俺は重い体を起こして、そこら辺に転がっているチューハイの缶に手を伸ばした。最近俺は毎晩のように缶チューハイを何本も開け、ベロベロに酔って寝落ちするのを繰り返している。俺はどこで間違えたんだろうな。上京してきた頃はこんな風ではなかった。昔からの目標だった起業を夢見て上京した俺に待ち受けていたのは辛い現実だった。最初に入った会社がブラック企業だったのだ。すぐにその事実に気づいたものの、ここでも何か得るものはあるだろう、起業資金が貯まるまでは頑張ろう、そんな風に考え、上司たちの強い態度なども我慢し、必死に食らいついていた。なーにノロノロしてんだ、さっさと仕事をやれ。はい。上司の怒鳴り声が響く中、一生懸命仕事をしていたが、結局何も吸収するものなどなかった。おい無能、何帰ろうとしてる。でも定時ですし、俺の仕事は終わったので。それなら上司の俺の仕事をしろ。それが終わるまで絶対に帰るな。毎日ボロ雑巾のように扱われて、無能扱いされ、人権など存在しなかった。同僚たちも自分のことで精一杯であり、仲間を守ろうとする者はいなかった。むしろ俺が怒鳴られている間、自分たちに矛先が向かないようにと黙って仕事をするだけだ。はあ、疲れたな。身も心も疲労している。そう自覚した時には遅かった。ある日の朝起きると、俺はベッドから起き上がることができなかった。全身がだるく、唯一できるのは涙を流すことだけ。その胸を会社に伝えると、ついにサボるようになったんだな、もうお前みたいな無能はいらない、そう暴言を吐かれた。その言葉を聞いた俺は、そこでぽっきりと心が折れてしまった。それから間もなく俺は仕事を辞めた。あんな会社辞めて帰ってきなさい。そうだ、地方でも仕事はたくさんある。以前から両親は俺にさっさと辞めて実家に帰れと言っていた。もともと両親は俺が一人上京することを心配し、ギリギリまで考え直すように言っていた。そんな両親を振り切って上京した手前、ブラック企業で働いたからといって辞めて実家に帰るなど、プライドが許せなかった。今日はバイト休みか、どうしようかな。
外に出るのはめんどくさいし。実家に帰らなかったが、満足な生活をできているかと言われると、答えは否だった。築40年のボロアパートに住み、その日暮らしを繰り返す日々。こんな生活、親には見せることはできない。そう思いつつも、俺は何も行動に移せずにいた。再就職しようと思ったことは何度もある。しかし、どうせ俺なんかが何してもうまくいくわけがないんだ。そんな考えが頭をよぎり、結局行動する前に諦めてしまう。ブラック企業での経験で俺の自己肯定感は下がりに下がっている。かつてあった夢や希望などを持ち合わせていなかった。それに誰も俺なんかに期待してないだろうし。そうつぶやき、俺は外に出るのをやめた。狭い部屋には小さな木製の丸テーブルと中古品のテレビしかない。そんな場所でやることはテレビをだらだら見ることだけだ。あ、あの人最近よく見るな。最近テレビに引っ張りだこになっている女性が今日も映っていた。その女性はお金儲けのコツを話している。ぼーっと眺めていると、どうやら人気商品を販売している女社長だというのが分かった。まずは行動あるのみなんです。そう笑顔でインタビュアーに語っている女社長。そんな簡単にできるもんか。彼女の言葉に俺はそう毒を吐いた。すっかりすさんでしまった俺には、どんな言葉をかけられても自力で立ち直ることがほぼ不可能になっていた。そんな俺に対し、両親は定期的に食料を送ってくれ、いつでも帰ってきていいと手紙を入れてくれたりと、家族なりの支援をしてくれている。しかし、それすらも今の俺にとっては、いつまで現状に甘える、早く帰れと言われているような一種の脅迫のように感じていた。そうだ、あの子に会いに行こう。そんな俺の唯一の癒し、それは近くの公園にいる野良猫だった。俺はバイトで稼いだお金が余った時などに缶詰などを購入して野良猫に与えていた。お待たせ、今日も元気そうでよかった。野良猫も他の人間にはツンケンしているが、俺には心を許しているらしい。公園に来ただけでも、どこからともなく泣きながら足元に駆け寄ってくる。俺にだけ優しい野良猫。そんな彼らの存在だけが、俺にとって心の友だった。だいぶ傷も良くなってきたな。野良猫には額に傷があり、俺は化膿しないように会うたびに薬を塗ってあげていた。お前も俺と一緒で傷があるんだな。優しく語りかけると、野良猫もにゃーと返事をするように泣いた。そんな野良猫だが、絶対に公園から離れようとはしなかった。一度家にこっそり連れて帰ろうとしたが、野良猫はそれを断固拒否したのだ。お前は本当に俺に似てるな。その様子も俺は自分の姿と重なり、余計に野良猫を可愛く思うようになった。家族から戻っておいてと言われても、かたくなに拒否し続ける俺と、家猫にならない野良猫。手にすり寄ってくる野良猫を撫でながら、俺はそう思っていた。俺もお前も一人で生きてるんだな。そんな日々を送っていたある日のこと。やめてください。唯一ある小窓の方から女性の声が聞こえてきた。最初俺はそ知らぬ顔で無視をしていたが、聞こえてくる声がやめてだの、こっちに来ないでだの、
物騒な言葉ばかりだった。一体何の騒ぎだ？それを聞き、俺は興味本位で窓の外を覗き込んだ。窓がある側は路地裏になっており、基本的に人は通らない。通っても近道をしようとする人たちだけであり、あまり整備もされていない。そのため、多用するような物好きはいない道だ。そんな狭い路地を女性が走っている。その後ろを複数の男たちがゲラゲラと笑いながら追いかけている。俺たちにも金分けてくれや。さあさあ、儲けてるんだろ。そう言いながら女性へと歩み寄っていた。これは劣気とした犯罪だ。そう思ったが、俺はスマホを持っていない。それどころか、この部屋には電話の類がないのだ。そのため、警察に連絡しようにも、その手段は走るしかない。でも、俺が走ったところで間に合わない。家でぐうたらしている俺が全速力で走っても、警察にたどり着いた頃には、女性は追いはぎに遭っているだろう。なんなら、もっとひどいことをされているかもしれない。そう思った俺は、無我夢中で叫んだ。誰か！襲われてる！助けて！俺の声は、狭い路地に響き渡り、男たちはぎょっとした顔になって、一目散に逃げていった。幸いにも、逃げることに精一杯で、俺の顔は見ていないようだ。一人座りこけている女性。しばらくの間、放心状態になっていたが、はっと我に返ったように、俺がいる窓を見上げた。ありがとうございます。そう声を絞り出すのが精一杯の様子だった。一方で俺は、バイト以外で人と会話すること自体が久しぶり。どうも。そのため、俺自身も声を震わせた上にどもってしまった。しばらく二人揃って沈黙していたが、俺が静けさに我慢できず、窓をピシャリと閉めてしまった。外から女性の声が聞こえてきたが、それは無視した。俺はたまたま見ていたから助けただけ。お礼をわざわざ言われることもない。そう思っていた。それから数時間後、外の様子を見れば、さすがにあの女性はいなくなっていた。それに安心して外に出て、野良猫の元に向かった。聞いてくれよ、俺さ。今日のことを話す相手なんていない。でも、誰かに話したいと思い、俺は野良猫に話した。とはいえ、野良猫が理解できるわけもなく、ただ俺の言葉ににゃーと泣くだけだった。女性を助けたという人生でなかなか経験しないような体験をした俺だが、その後何事もなく以前と変わらない生活を送っていた。女性を助けた直後は、謎の高揚感があった。助けようと思って行動することができたんだ。今の俺ならまたやり直せるかな。野良猫にもそう話し、また会社に出てもいいかな、そんな風に思いはした。しかし、いざ出ようとしてみても、何をするのか、俺は何がしたいんだ。そんな疑問が生じてしまい、結局俺は何もできずにいた。あの時は火事場の馬鹿力みたいなもんだったんだろう。結局俺には何もできないんだ。そう思い、俺は変わらない生活を送っている。そしてあの事件から1週間後。こんにちは、いらっしゃいませんか。訪問者が俺の部屋の扉をノックした。この1年間、扉をノックする人間はほとんどおらず、急な訪問者に俺は驚いてしまった。はい、誰ですか。扉を開けると、そこには見知らぬ女性が立っていた。穏やかに微笑んでいる彼女は、
俺の友人というわけではないが、どこかで見かけたような顔をしている。お久しぶりです。あの時は助けていただき、ありがとうございました。そう言って頭を下げる彼女を見て、ようやく思い出した。この女性は一週間前に路地裏で助けた人だ、と。お礼も言えず、時間が経ってしまいました。申し訳ありません。いえ、別に、たまたま見かけたので声をかけただけですから。謝罪する彼女に、俺はぎこちなく答えてしまう。家に引きこもってばかりの俺にとって、返事をするだけの会話でも緊張してしまうのだ。何かお礼がしたいのですが、あ、失礼しました。私、橋田七海と言います。橋田七海という名前に聞き覚えがあったが、友人ではないことは確実だった。俺が考えている間に、彼女は俺の部屋の奥を覗く。失礼ですが、何かお仕事は？バイトです。橋田さんの質問には悪意を感じず、俺は素直に答える。すると彼女はにこやかになった。では、恩返しという意味で、うちの会社で働きませんか？は？そして放たれた言葉に俺は硬直してしまった。そこで話を聞いてみると、橋田さんは前にテレビに出ていた人気社長らしい。彼女はテレビに出るようになってから、アンチやらお金をせびる人たちで、街中で絡まれることが頻発した。先日はついに手を出されそうになりましたが、あなたに助けていただきました。それで今回、あなたには私を助けた責任を取っていただきます。え？まさかの言葉に俺は困惑するしかなかった。そんな俺に構わず、彼女はぜひうちで働いてほしい、お礼を受け取ってほしいと訴えてくる。彼女の気迫に押されてしまい、俺は目をそらす。そんな俺に彼女はにっこりと笑った。とりあえず一緒に行きましょうか。そう言い、彼女は俺に何かを握らせてきた。確認すると、それはどこかの部屋の鍵。まずは部屋を確認しましょう。そして彼女は俺が口を挟む間もなく、俺の腕を掴んで外に出る。え？俺は外に出ると、またしても目を丸くして硬直する。俺のアパートの前に黒塗りの高級車が止まっていたからだ。それに困惑している間にも、橋田さんは運転手に高級車の扉を開けてもらい、乗り込んでいる。さあ、早く乗って。これからあなたの家になる場所を紹介するわ。彼女に呼ばれ、俺は躊躇しながら高級車に乗る。そして連れてこられたのはタワマンだった。さらに彼女は最上階の部屋に連れて行く。今日からここはあなたの家よ。明日にでも引っ越し屋さんの手配をしておくから準備をしておいてね。いや、こんなのもらえませんよ。言ったでしょ。私を助けた責任を取ってもらうって。そう言って笑う彼女は改めて俺に自分の会社で働くように言ってきた。でも俺なんかじゃ。あなたなら大丈夫。私と一緒に働きましょう。そんな、でも。それから何度も断ったものの、最終的に押し負けて、俺はこの部屋で住むことも、彼女の会社で働くことも承諾してしまった。ちなみに、この部屋はペット可だからね。その言葉に、どこまで見抜かれているんだろうと、俺は苦笑してしまった。それから間もなく、俺は橋田さんの会社で働き始める。島くん、仕事の方はどう？慣れた？はい、すっかり。気にかけてくれてありがとうございます。
橋田さんの会社に勤め始めた俺は驚くことばかりだった。俺が以前働いていた会社とは比べ物にならないほど快適で明るい社内だったのだ。あ、そこ難しいよね。一緒にやろうか。少しでもわからないところやつまずいていると必ず誰かが手を差し伸べてくれる。さらに上との連携もうまくいっているので失敗がほとんど起こらない。起こったとしても小さなミスで済むところがさすがであった。最近島くんいい顔するようになったね。ほんと島くんの笑顔を見るとこっちも笑顔になるわ。ありがとうございます。最初こそ久々の社会でぎこちないところもあったが、だんだんと橋田さんの会社の雰囲気に飲み込まれていった。そのおかげで俺はかつてあった気力を取り戻し、明るい笑顔をたびたび見せるようになった。そんな俺に周りはまた優しい言葉をかけてくれ、前の会社のトラウマがあっという間に消え去っていくのが分かった。千葉くん、ちょっと話せるかな。はい、大丈夫です。俺が成長するのをしばらく見ていた橋田さん、そんな彼女に定時直前に呼び出され、俺は彼女について社長室に向かった。随分といい笑顔ができるようになったわね。優しい表情でそう声をかけてくれる橋田さん。社長が俺を拾ってくれたおかげです。ねえ柴くん、もっと高みを目指してみない？すると彼女はあることを提案してきた。それは社内での新規プロジェクトのチームリーダーを俺に務めてほしいというものだった。そんな、俺には無理ですよ。能力云々じゃないの。一度挫折を味わったあなただからこそ、もっともっと伸びる可能性があると思うの。成功した人が上に立つのが適任かというのは違うと思うの。橋田さんは俺に期待した目を向ける。人の辛さや痛みを知っているから、全体を収めることができる。それに、あなたにはその器があると思うの。ただの臆病な人なだけなら、きっと路地裏で私を助けるだなんてこと、絶対にしなかっただろうし。そう言って笑う橋田さん。この人の強引さは誰よりも知っている。きっとそう簡単には諦めてくれないだろう。一日考えさせてください。ええ、わかったわ。ゆっくり考えてちょうだい。そしてその日はそのまま帰宅することになった。あ、母さんからだ。家に帰ってスマホを確認するとメッセージが入っていた。このスマホは橋田さんが連絡手段がないのは不便だからねと俺に買い与えてくれたものだ。最近文字から元気が伝わってきます。何かいいことがあったの？それは母からだった。俺は今まで散々両親に心配をかけてきた。そろそろ今までの気持ちをお返ししてもいいのではないか、そう思えるようになっていた。まずは安心してもらうことだよな。そのためには再び社会に出て一人で生きていけることを全力でアピールしないといけない。そしてそれはリーダーとして一大プロジェクトを成功させることだと俺は感じた。お前たちも俺の応援してくれるか？俺の言葉ににゃーと返事をするのは元野良猫で現在俺の家猫となった麦だ。引っ越しした後、俺はもう一度あの公園を訪れた。そしていつも通り俺のところに来た麦の後ろをトコトコと数匹の子猫がやってきた。そうか、お前はお母さんで守らないといけない子供がいたから公園を離れたくなかったのか。俺の言葉ににゃーと返事をして
子猫と一緒になってすり寄ってきた麦。なあ、みんな一緒に俺のところに住まないか？今の家なら広いから一緒に住めるぞ。そう言うと、麦は俺の顔をじーっと見つめてきた。数秒後、もう一度俺にすり寄ったので、みんな連れて帰ることになった。そして現在、俺は一緒に暮らしている。お前たちが安心して暮らせるように稼がないといけないしな。次の日、俺は橋田さんにリーダーになることを了承する旨を話した。これから忙しくなるわよ。はい。笑いながら言われた言葉に、俺も全力で応えていこうと思った。それから俺は、かつてのような自己肯定感の低い青年ではなくなった。責任を持ち、周囲から頼られる存在になると、いろいろな苦労もある。だが、その苦労が人を成長させるようだ。志麻さんがリーダーになってよかった。あの人すぐに俺たちの様子に気づいて声をかけてくれるし、それに仕事ができるから頼りになるんだよな。そんな風に話しているのが聞こえ、俺は嬉しくなった。何もなかった俺ではなく、周りを引っ張るリーダーとして、今日も仕事に精を出していくのだった。おめでとう、しまくん。あなたのおかげでプロジェクトは大成功。うちの業績は右肩上がりよ。ありがとうございます。そして一大プロジェクトは大成功を収めた。嬉しそうに笑う橋田さんの期待に応えることができて、俺も本当に嬉しかった。すっかり顔つきが変わったわね。そうでしょうか。うん、とってもいい顔よ。これからも頑張ってね。橋田さんの言葉に俺はうなずいた。これからも彼女の期待に応えよう。そう思いつつ、今回のことで自信につながった俺は、より積極的に仕事をするように。あれ、この会社。そんな風に仕事に励む日々。すると、見慣れた名前の会社が視界に入った。その会社は、以前俺が勤めていた、あのブラック企業だ。ああ、その会社ね。最近従業員がたくさん辞めて、倒産の危機に陥ってるんだよ。俺の様子に気づいた同僚が、例のブラック企業の今について聞かせてくれる。どうやら従業員たちが一斉に退職し、さらに上司たちを訴えたらしい。そのせいで業績不振に陥り、何が何でもうちと契約したいと言ってきているとのこと。何度も断ってるんだけどね。結構しつこいんだ。その言葉に俺はあの会社での日々を思い出す。そういえば上司の中にやたらしつこい人がいた。その上司に目をつけられたことで余計に俺は苦しめられていたのだ。それ、今度俺に担当させてもらえませんか？え、いいの？本当にしつこいよ。はい、大丈夫です。そう話していた直後、本当に例の会社から連絡が来た。お電話変わりました。志麻と言います。はじめまして、志麻さん。今回は契約のことでお話が。その声は、俺を散々罵倒してきた上司のものだった。それに一瞬硬直するが、心配そうに俺のことを見守ってくれている周りの姿に、すぐに緊張が解かれる。はじめまして。では、ありませんよ。え？俺はあなたに散々無能だと罵倒された志麻です。俺の言葉に元上司が息を飲んだのが分かった。お前、あの志麻か？ええ、お久しぶりです。それなら都合がいい。何が何でも契約をしろ。そもそもお前のせいでうちは業績不振になったんだ。すると元上司は聞いてもいないのに事情を話し始めた。何でも俺が辞めたことで
俺がこなしていた仕事が周りに振り分けられることに。今ならわかるが、俺は相当な仕事を押し付けられていた。ただでさえいっぱいいっぱいになっていた周りが、それを処理しきれるわけもなく、サービス残業で会社に泊まり込んで何とか処理する日々。それで何とかなっていたのに、役員のバカ息子がやらかしたんだ。そんなある日、とある役員の息子が別の会社の女社長に手出しをしようとする事件が発生。それを聞いて俺は、おや？と思った。俺の脳裏をよぎるのは、橋田さんと出会った日のこと。それを聞いた社員の不満が爆発して、一斉に辞めやがったんだ。まあ、辞めたくなるのもわかるし、よく辞める決意をしてくれたなと思う。それもこれも、お前が辞めたせいだ。責任取ってうちと契約しろ。その言葉に、俺は思わず笑みがこぼれた。言う人間が違うだけで、ここまで印象が違うのか。そう思い、笑ってしまった俺に元上司が反応した。なーに笑ってるんだ。いえ、申し訳ありません。まさか、あんなに無能だと罵倒していた俺が辞めただけで、そんなことになるとは思いませんでした。俺の嫌味に、元上司はブーという声を出した。それと、おそらく、その役員のバカ息子が手出ししようとしたのは、うちの社長ですよ。え？自分の社長に手出しをした野蛮な奴と関わりのある会社と契約なんて結べません。せいぜい頑張ってください。御社のますますのご発展をお祈り申し上げます。あ、今後、うちの会社に強引に関わろうとしたり、迷惑をかけた場合、いろいろな件で訴えさせていただきます。そう告げて電話を切った。すると、俺の様子を見守っていた同僚たちから拍手が湧き起こる。それに、俺は照れ笑いした。その後、前の会社から連絡が来ることはなくなった。それもそのはず、倒産してしまったからだ。あの上司がどうなったかはわからない。まあ、今度、関わることもないので、興味もない。そう思いながら、麦たちを撫でていると、インターフォンが鳴った。いらっしゃい、待ってたよ。久しぶりね、ゆうと。少し見ない間に立派になったな。今日は、両親が俺の家に遊びに来る日だった。あくまで名目は、麦や子猫たちを見るというもの。しかし、本当は俺の様子を見に来たのだろう。笑顔で出迎えた俺に、二人はほっとしたような表情をする。さて、麦ちゃんを見せてくれる？あなたが写真を送ってくれてからずっと会いたかったのよ。会えると分かってから毎日猫の勉強をしてたからな。そう言って笑う二人に俺も、ぜひ俺の自慢の子たちを見てよ、と笑いながら迎え入れる。そして家の中に入った両親は、麦や子猫たちにメロメロになる。俺が緊張していないのを見た麦たちも、リラックスしたように両親に触られていた。ご飯はしっかり食べてる？ああ、母さんたちが美味しい食材を送ってくれるから、毎日美味しい料理が食べれるよ。ゆうとは自炊ができてるのか？俺よりよっぽど優秀だな。麦たちに視線を向けながらも、俺のことを気にかけていろいろと聞いてくる両親。そんな二人を安心させようと、最近のことをいろいろ話した。俺の話に一喜一憂しつつも、俺が元気で頑張っていることを知り、両親は喜んでくれた。両親の笑顔に俺も安心させることができてよかったと胸をなで下ろした。そう、両親が喜んでくれてよかったわね。橋田さんに両親のことを話すと、彼女も嬉しそうに笑いながら、そう返事をしてくれた。両親が来てから数日後、俺は橋田さんにもろもろのお礼をするために食事に誘った。俺の誘いに目を丸くしながらも、彼女は少し頬をあからめながら
うなずいてくれた。そして談笑をしながら店に向かっていると、シマ？え？誰かに声をかけられた。振り返るとそこには少しやつれた様子の見覚えのある男性がいた。もしかして、久しぶり。彼は前の会社の元同僚だった。どこか懐かしそうな顔をする彼に何を話したらいいのかと迷う。あの時はごめん。え？それは何の謝罪？すると彼は突然謝罪してきた。戸惑っている俺に代わり、橋田さんが何のことか聞いてくれる。俺はお前を助けなかった。むしろ自分より仕事ができるお前に嫉妬して、お前が上司に怒鳴られてもいい気味だと思ってしまった。初めて知った事実に俺は思わず目を丸くする。どうやら俺は周りから仕事ぶりをそれなりに評価され、そして嫉妬していたらしい。俺を助けなかったのは自分たちが精一杯だったのもあるが、そんな嫉妬があったからあえて手を出さない状況だったとのこと。俺は気にしていません。あんな状況では誰でもそうなります。でもどうしても気になると言うなら、再就職して俺のことなんて忘れるくらい活躍して出世してください。そしていつか一緒に仕事をしましょう。俺の言葉に涙目でうなずく元同僚。許してくれてありがとう。俺ももう一度頑張ってみるよ。そして彼はもう一度頭を下げて去っていった。いいこと言うわね。その背中を見送っていると、橋田さんが俺の腕に絡んできた。それに俺は先ほどとは違う意味で戸惑う。あ、橋田さん。あの日あなたに助けてもらってからあなたのことが気になっていたの。その言葉に俺は目を丸くする。まさかそんな風に思ってもらえているとは思わなかったのだ。私を惚れさせた責任も取ってくれる？そう言われ俺はすぐにうなずいた。この後の食事は俺の予想よりもずっと楽しい時間になった。ただ生きていくことは誰にでもできることであり、時間を浪費することは容易なことである。しかし世の中には自分にしかできないことはあるし、その使命がしっかりと与えられている。それに気がつき自分なりの歩みを進めた人が成功に近づくのだろう。ゆうとくん、今度家にお邪魔していい？もちろんですよ、ななみさん。もう仕事以外では敬語やめてって言ったでしょ。彼女の言葉に笑いながらごめんと謝る。あの日少しの勇気を出したおかげで俺は今の幸せな生活を送れている。そういえば例の元同僚さん、成長中の会社に入って大活躍してるそうよ。それはよかった。あなたと仕事をする日も近いかもしれないわね。楽しそうな笑顔を浮かべる彼女に俺も楽しみだと返した。成功できるチャンスは誰にでもあると思う。それを掴んで前に進むか、チャンスに気づかずいつまでも立ち止まっているか、それだけでも人生は大きく変わる。今回のことで俺はそれをひしひしと感じた。俺も負けてられないな。これからも期待してるわよ。社長としても家族としてもね。そう言って笑うななみさん。その期待に今後も応え続けよう。そう思いながら俺は生を謳歌するのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。今までで一番難しいと思った症例は？
その際君は何を学んできたの？東京から来たようだけど、どうしてこんな地方に？地元の大学病院で働くため、面接を受ける俺は早速面接官たちから様々な質問を投げられた。なんとか落ち着いて一つ一つの質問に答えていく。しかし、一人の面接官が俺の履歴書を一別した後、手術経験数が少なくないか？これでは採用は認められない、と辛口な発言をした。俺はなるべく面接官の気に触らないように落ち着いた丁寧な口調で、最低手術経験数はクリアして認定が取れましたし、クリアした後は教授の研究と開発に力を入れていたもので、と答えた。しかし面接官は鼻で笑い、なんだ、最低限のことしかしてないくせに教授のご機嫌取りばかりしてたのか。東京じゃどうだか知らないが、こんな経験数では話にならない、そして詰め寄るように、君はこの病院には必要ない、外科には君よりも経験豊富で優秀な医師がたくさんいる、いいか、君の今までの経験数はエリートと言われる私の1年間にこなす数にも満たないんだよ。こんな実績じゃ話にならない、もう一度腕を磨き直してこい。そうして俺は第一志望の病院に落ちてしまったのだったが、俺の名前は山下明人。幼い頃から医学に関係する本を読み漁り、自分で言うのもなんだが、もともとの才能に加えた努力、そして両親の協力もあり、東大医学部へ入学することができた。医学部でも努力を惜しまなかった俺は、首席で卒業することに成功した。そのまま東大病院に研修医として入り、外科としての専攻医も終了。様々な手術研修、研究に明け暮れ、無事専門医になることができた。最短と言われる29歳で、憧れの専門医になることができて、両親も大喜びしてくれた。そして俺は東大病院を離れ、とある地方都市の大学病院へ入ることを希望していたため、絶賛就職活動に明け暮れていた。俺がこうして専門医を目指すことになったきっかけ、今でも忘れられない。あの出来事が俺をここまで奮い立たせた。俺には幼い頃に大好きだった祖母がいた。両親が共働きで、家に帰ってくるのは夜遅く。鍵っ子として寂しい思いをしていた俺を見た祖母は、それならばと両親が共働きしている時間、俺を預かってくれるようになった。はじめこそ人見知りで祖母のことを警戒したが、温かく迎え入れてくれた祖母を見ているうちに警戒心を解き、やがて甘えるようになっていった。しかし、そんな楽しい日常は徐々に崩れていった。祖母は病に侵されたのだ。そして手術をしなければこれ以上持たない。そう言われて、幼いながらに俺は自分が何もしてあげられない無力さに悔しさを覚えた。このままでは大好きな祖母と一生会えなくなってしまう。あの笑顔も、温かい言葉も聞けなくなってしまう。そう思うと涙が溢れてきた。そんな俺を見た医師は俺の頭を撫でて、おばあちゃんのことが大好きなんだね。大丈夫。僕が必ず手術を成功させてみせるから。と励ましてくれた。これが祖母の担当医、石井先生との出会いだった。手術は無事に成功した。俺も両親も石井先生にとても感謝した。おじさん、おばあちゃんのこと助けてくれてありがとう。しかし、石井先生は戸惑いながら、手術は成功したんだが、と少し暗い顔になる。そこからは両親たちと話し始めた。病気で体が弱っていた祖母は、大手術に体が耐えることができなかったようで、結局、術後数ヶ月で体力が戻らず、他界してしまったのだ。回復できなかったのは、私のせいです。亡くなってしまった祖母を見て、悔
悔しそうに石井先生がそう言ったことを今でも鮮明に覚えている。石井先生はもっと短い時間で手術を終えていれば、それにもっと体に負担のかからない手術方法があれば、本当に申し訳ありません。そう俺たち家族に悔しそうに頭を下げた。しかし手術をしなければ祖母はその数ヶ月すら生きていられなかったはず。石井先生には十分感謝していると俺たち家族も思っていたので、顔を上げてください、先生は何も間違ったことはしていません。むしろ少しでも生きられる時間を増やしてくださってありがとうございましたと感謝こそ伝えはしたが、非難などは一切しなかった。このことがきっかけとなり、俺は医者を目指すことになった。治療のために手術が必要なのであれば、それをいかに患者の負担が軽いものにするかどうか、それこそがその後の体調回復に大きく関わると思い、外科の専門医を目指した。さっきも話した通り、猛勉強の末、東大医学部に合格し、その後も努力を怠らず、首席で卒業した後は、ひたすら医学の道を突き進んでいった。念願の外科の専門医になり、俺が就職先に希望したのは、地元でもある地方都市の大学病院。ここはかつて祖母が手術をした病院で、石井先生もまだ在籍していた。石井先生が祖母を助けられなかったと悔しそうに語った姿こそ、自分が尊敬し目指す医師の在り方だと思っていた俺は、迷わずその大学病院への就職を決めていた。面接試験のために書類を提出し、無事に書類審査を通過。大学病院で面接を受けることになった俺は、久しぶりに地元へと帰り、両親も大喜びで迎え入れてくれた。実家に帰って、まずは仏壇の前で手を合わせる。仏壇で微笑む祖母の写真を見て、心が洗われるような気分になる。これから、もっと頑張るよ。そうつぶやき、決意を新たにして面接に向けて心を落ち着かせた。地元に帰ってきて早速石井先生に連絡をし、地元に帰ってきたこと、大学病院の面接を受けることを報告した。石井先生は祖母の葬儀や節目に仏壇に手を合わせに来てくれていて、東京に行くまでは医師を目指す俺にとって良き相談相手だった。石井先生にとって祖母のことはそれほど大きなことだったらしい。東京に行ってからも俺は石井先生への連絡を欠かさず、今回地元に帰ってきたことも伝えていた。自分がいる大学病院で一緒に働けることを願っているよと激励を受け、改めて身が引き締まった。面接日当日、緊張しながら大学病院へ足を運ぶ。面接を待つのは俺を含めて3人で、待機場所となった会議室で自分の順番が来るのを待っていた。山下さん、案内するのでついてきてください。自分の順番が回ってきて面接の部屋へと案内される。短い廊下を一歩一歩踏み出す足には重りがついているかのように思い、こちらが面接室です。俺は案内してくれた担当者に一礼し、緊張しながらも失礼します、少し震えた声でそう言って面接の部屋へと入る。目の前に並ぶ面接官たちを見て緊張が高まり、思わず息を呑む。着席を促され、すぐに面接がスタートした。今までで一番難しいと思った症例は？その際君は何を学んできたの？東京から来たようだけど、どうしてこんな地方に？面接官たちから様々な質問を投げられる。あくまでも想定内の質問が多く、なんとか落ち着いて一つ一つの質問に対し予定通りに答えることができた俺は、だんだんと緊張も解けてきていた。面接官たちは俺の履歴書を見て、俺の回答を聞き、履歴書を事前に見てた時から気になっていたが、やはり東大史跡はすごいな、とか、あの教授の下で専攻医研修したのか、気難しいのにこうも功績を挙げられるとはなかなか関心だ、
など、俺の経歴に感嘆していた。しかし、一人の面接官だけは俺の履歴書を一別した後、ずっと俺のことを睨みつけていた。俺は何か気に障ることをしたかなとは思いつつ、他の面接官の反応は良いこともあり、あまり気にしないでいた。面接官たちの質問が終わった後、最後に俺のことを睨み続けていた面接官、中島医師が口を開いた。言うほどすごいのか？君は外科の専門医を修了して認定されているが、手術経験数が少なくないか？これでは採用は認められない、と辛口な発言をした。随分と高威圧的な医師だなとは思いつつ、なるべく気に触らないように、落ち着いた丁寧な口調で。最低手術経験数はクリアして認定が取れましたし、クリアした後は教授の研究と開発に力を入れていたもので。と、俺は答えた。しかし、俺の回答を聞いた中島医師は鼻で笑い。なんだ、最低限のことしかしてないくせに、教授のご機嫌取りばかりしていたのか？と、俺のことをバカにしだした。俺はそれは違うと説明しようとしたが、中島医師は俺の言葉を遮り、東京じゃどうだか知らないが、ここの大学病院は腕の確かさが最も重要で求められるんだ。こんな経験数では話にならない、と詰め寄ってきた。さらには、君はこの病院には必要ない。外科には君よりも経験豊富で優秀な医師がたくさんいる。いいか、君の今までの経験数は、エリート医師と言われる私の1年間にこなす数にも満たないんだよ。こんな実績じゃ話にならない。もう一度腕を磨き直してこい。あ、それか、教授のご機嫌取りのために東京に帰ったらどうだ？中島先生、それは言い過ぎです。どうしちゃったんですか？らしくない。ある面接官が中島医師に反論した。しかし、君たちこそ東大出身だからって、彼を甘く評価していないか？いい大学を出ている？それが実際の手術の技術に関係があるのか？むしろ、東大出身だからって調子に乗るきっかけになるとは思わないのか？と言い返す。俺はその言葉に思わず、俺はそんなことしません！と言ったが、中島先生が、こうやって食いかかってくるのがその証拠だ！君は不採用だ！さっさと帰りなさい！中島医師はそう言って、俺をその場で選考から落とした。他の面接官たちは、そんな、あんまりじゃないですか？考え直してください、中島先生。と、中島医師を止めようとしてくれたが、誰が何と言おうが、ここの第一責任者は俺だ。それとも何か？逆らうとでも言うのか？と、威圧的に接するから、皆萎縮してしまった。俺はその場で不採用を言い渡されたことに、言葉では表せきれないほどのショックを受け、どうにか、わかりました、と言って頭を下げ、ふらついた足取りで部屋を出た。自分の経歴なら、必ず受かると思っていたが、こんな思い上がりだったようだ。ショックを隠せないまま自宅へ帰る。両親は笑顔で迎え入れてくれたが、俺の今にも消えそうなよろよろな姿を見て、アキト？と、俺の顔を伺ってきた。俺は何も話す気になれなくて、両親には落ちたとだけ伝えた。両親は俺を励まそうと。そう、でもまだ若いしきっと大丈夫。アキトのこと、きっと欲しがる病院はいくらでもあるわよ。と言葉をかけてくれたが、俺はその言葉に何も返せずに自分の部屋へと入った。地元の大学病院を幼い頃からの目標にしていて、ここ以外の病院に入る気のなかった俺は、絶望しながらも他の病院を探さないとなと思いつつ、ベッドに寝転び、今までのことを思い出していた。きっかけは祖母の出来事だった。しかし、今では医者という職業自体に誇りを持っているのと、自分が今までしてきたことを無駄にしたくないということ。心よく送り出してくれた教授に申し訳ないという思い。次から次へと今まで医者を目指す過程での思い出が浮かんでは消えていく。そんなことを考えていたら、いつしか疲れ果てた俺はそのまま眠ってしまった。
翌日、アラームもかけずに眠ってしまった俺だったが、スマホの着信音で目が覚めた。目をこすりながらぼんやりとした視界の中、スマホを見てみると、おびただしい数の着信履歴が。何事かと思いよく見てみると、すべて例の大学病院からだった。俺は慌てて電話を折り返す。すみません、山下ですが。電話の相手は大学病院の院長からで。早朝に申し訳ないが、今すぐ来てくれ、と言われた。俺はあんなに焦っている院長の声は初めて聞いたため、何が何だかわからなかったが、とりあえず着替えて大学病院へと向かった。大学病院に到着すると、早速院長室へと案内された。そこには、昨日面接してくれた面接官たちと、院長である石井先生が待ち構えていた。そう、当時祖母の担当医だった石井先生は、この大学病院の院長になっていたのだ。俺の顔を確認した石井院長は、申し訳なさそうに苦笑いを浮かべながら、急に呼び出してすまない。昨日の面接に不備があったようなんだ、と話し始めた。その言葉に、苦々しい顔の中島先生と、複雑な表情をおのおの浮かべる他の面接官たち。石井院長は、改めて聞くが、なぜ彼が不採用になったんだ、と面接官たちに問いかけた。私は採用するつもりでした、と一人が言葉を発すると、私も同じく採用するつもりでした。私もです。と次々と言葉をつなげる。そして最後までうつむき、沈黙していた中島先生の方を見る。中島先生、君はどうかね？石井院長に回答を促された中島先生は、しぶしぶ顔を上げて。彼は、経験数が少なすぎます。専門医に認定されたかもしれませんが、最低限の経験数をこなした後は、研究に明け暮れていたとのことで、我が病院には実力不足です。と、苦しそうに言った。それを聞いた石井院長は、彼の正体を知らんのか？と声を張り上げ、中島先生に詰め寄った。彼は、東大病院の内視鏡手術支援ロボットの権威の教授のもとで、ずっと腕を磨いてきた第一人者なんだぞ。そんな貴重な人材をどうしてみすみす逃すんだ、と石井院長の怒りは収まらなかった。石井院長の言う通り、俺は祖母のような体力のない人でも手術を受けられる方法を探していて、内視鏡手術にたどり着いた。さらに精度を高めるためロボット支援手術を知り、それを研究している教授について必死に学んできた。つまり俺はその道の第一線で数多くの手術をこなしてきた。その結果、アキトは普通の外科手術例こそ専門医になるための最低限しかこなしていないため少ないが、誰よりもロボット支援手術に長けている人材に成長していた。俺は東大病院で内視鏡手術支援ロボットを使った手術の腕を磨くべく、普通の外科手術よりも内視鏡手術の方に積極的に参加していた。そのせいで、一般的な外科手術の手術経験数は少なかったが、その代わりロボット支援手術の症例数は同期の医師と比べて群を抜いて多い。そのこともあり、教授にも目をかけられ、この世界ではまだ若手の部類に入るのにもかかわらず、一流の医師と比べても遜色ない腕前と評価し、研究者の一員として受け入れてくれた。東大病院でも数多くの手術を成功させており、特に一般の外科手術に体が耐えられないと言われる高齢の患者を多く救ってきた。それだけでなく、働き盛りの年齢の人たちからも入院する期間が短縮されると評判で、わざわざ内視鏡の手術を受けるために転院してくる人もいるほどだった。それらもすべて経歴書に書いてあったが、中島医師はろくに読まずに東大出身ということ、そして単純な手術の実績数しか見ずに俺のことを嫌い、面接で不採用にしていた。一連の俺の実績を聞いて青ざめる中島医師に、石井院長は改めて問う。中島先生、君は
優秀な医師だ。医師を見極める力もある。うちのような地方の大学病院に面接に来てくれる人は、何も知らないような大学出身の者も多い。しかし、中島先生は見極め、そして採用後も面倒を見て、一人前の医者たちへと立派に育て上げてきた。だからこそ、採用の第一責任者として、面接の場にいてもらっているのに、君らしくない。改めて聞こう。どうして山下くんが不採用なんだ。中島先生はうつむき。東大出身には、ろくな奴がいない。プライドばかり高くて、使えない。と、小さな声でつぶやいた。中島先生の弱々しい声を聞いた石井院長は、それこそ君らしくない。出身大学で優劣をつけるなんて。君は昔何かしらひどい目にあったのかと優しく、しかし切実とした態度で問いただす。そして中島先生はしぶりながらも過去にあった出来事を語ってくれた。それは中島先生の研修医時代の話だった。それなりに高学歴でエリートと言われる大学を出ていた中島医師だったが、それでも謙虚に、つつましい態度で研修医生活を送っていた。しかし、運が悪かったのだろう。東大出身の指導医に散々馬鹿にされたそうだ。へえ、木下大学？頑張ってるみたいだけど、所詮、負け犬の遠吠えって感じだな。俺は東大出身だ。まあ、せいぜい足引っ張らないようにな。と言った具合に。中島先生は、それでも、自分は研修医の立場で相手は指導医だからということで反論などはせずにひっそりと過ごしていた。しかし、あんまりじゃないですか。俺の研究成果を横取りするなんて。そう、事件が起こったのだ。中島先生が研究していた成果をどうやらその指導医が横取りして自分の実績にしたらしい。何を言うんだい。こういうのは東大卒である俺みたいな人が発信していかないと説得力というものがないんだよ。むしろ俺のおかげで認められていくんだから感謝しなさい。中島先生はもちろん納得することができず、同期の研修医や先輩医師に助けてもらおうとした。しかし、彼は指導医だから誰も逆らえないんだよ。と断られてしまったそうだ。そんなことがあったから、東京の大学病院で就職することを諦め、東大出身者がいなさそうな地方の大学病院に就職したという。そうやって逃げてしまった中島医師は、余計自分のことが惨めに感じられて、東大出身、ましてや首席だなんていう俺が、この大学病院に入ってきたら必ず馬鹿にされる。他の医師にもどんな悪影響があるかわからないからと恐れたということだった。そうか、そんなことが。そういうことなら、君の気持ちはわからなくはない。だが、山下くんはそんな人間じゃないんだよ。それに、きっと他の東大出身医師だって、優秀な者は多くいる。中島医師の指導医は、そんな人間だったかもしれないが、それこそ、上に立つ者になった中島先生が今、見極めていかなければ、いけないんじゃないのかな。石井院長は諭すように言った。正気に戻った中島先生は、申し訳ありません、とうなだれた。石井院長は改めて俺の方に向き直り、うちの者が失礼な態度をとってしまって悪かったね。他の面接官には好評だし、改めて院長である僕から見ても、山下くんは喉から手が欲しいほどの人材だ。山下くんが良ければ、うちで働いてくれないか？言って握手を求めてきた。俺はいろいろあったが、それでもこの病院で働きたいという気持ちは変わっておらず、こんな形ではあるが、長年の念願が叶って、力強くお願いしますと石井院長の手を握り返した。石井院長は笑顔で、一緒に働けて光栄だよと俺の肩をトントンと叩いて、これからよろしくな、山下くん、と激励の言葉をくれた。こうして俺は無事に大学病院の外科医となった。
得意とする内視鏡やロボット支援手術のスペシャリストではあるが、手術の症例数は中島先生にも指摘された通り少なく、先輩の先生の方々にはかなわなかったので、積極的に教えを請いに行った。その中には中島先生もいて、自分でエリートというだけあって、腕も知識も超一流だった。しかし、俺の技術を知ると、患者の負担が減ることを知り、最近では中島先生の方から、この手術は内視鏡がいいんじゃないか、私にも手伝わせてくれと言われるようになっていった。中島先生は俺への東大偏見をなくし、有能な外科医として扱ってくれている。他の外科医たちもこの症例ならいける、これなら回復の方がと積極的に手術方法を提案するようになった。この病気なら手術はこれと今まで決まり事のようにこなしていたのに、新たな可能性を探るようになった外科医たちに石井院長も大満足。俺自身も内視鏡だけでなく、回復手術や切開を伴う手術に積極的に参加していき、腕を磨いた。最近では大学病院の評判がすこぶる良い。今までは大学病院などの大きな病院の医師は冷たくて、言われるがままに手術をしているというイメージが患者からしてみれば怖かったという。しかし最近では、手術方法に対して外科医が積極的にディスカッションするせいか、患者のための手術だという認識があるのか、医師から患者ファーストの気持ちや熱意が感じられるようになったということで、より患者に親身な様子が評判のきっかけになったようだ。これは嬉しい変化だと石井院長は喜んでいて、新しい風を吹き込んでくれた俺のおかげだと褒めてくれる。俺は、いえ、この病院の医師はみんな尊敬できる人たちばかりです。当たり前のことですよ。と笑顔で返した。大学病院の一員として働き始めて、もうすぐ2年が経過するという頃、俺たちは新しく受け入れることになった患者の手術方法に関して会議を行っていた。新しく来る患者は79歳と高齢だ。ここはやはり内視鏡を活用した手術の方がいいと思うんだが、私も中島先生に賛成です。中島先生の案に他の医師も賛同する。それじゃ、この手術の担当は山下先生だね。石井院長の言葉に俺はうなずく。すみません、少しいいですか。そう言って挙手をしたのは中島先生だった。内視鏡の手術、今回は私に任せてくれませんか。これまで私は近くで山下先生の技術を見てきました。そろそろ頼りっぱなしじゃなくて技術を身につけたいんです。中島先生の言葉を嬉しく思ったのか、石井院長は、そうかね、山下先生から見て今回の手術、中島先生に任せていいと思うかい、とこちらに意見を求めてきた。俺がこの病院に来て約2年間、優秀な中島先生は俺に手術について教えてくれるだけではなく、俺の手術も近くで見てわからないことがあれば率先して聞いてきてくれた。任せるに十分な経験値をもうすでに持っていると判断している。だから俺は、そうですね、今回は中島先生に任せる形でいいと思います。私もまずは第一助手として入るので、と笑顔で承諾する。俺と院長の意見が一致したことから、中島先生はほっと一息ついて、それでは山下先生、第一助手よろしくお願いします、と手を差し出された。俺はもちろんと言わんばかりに手を握った。これから例の患者さんのもとへ行くんですよね。中島先生と共に向かう先の患者について俺は確認した。ああ、ごめんな、内視鏡の手術について説明するのに同席してもらう形になって。いえいえ、いつもお世話になってますから。そんな雑談をしながら患者のもとに向かう。そうだ、中島先生、患者の症例は確認してましたけど、個人情報は特に見てませんでしたよね。なんでも元指導医をしていたらしくて、名前は…俺は手元にあるカルテを確認する。あ、そうそう、宮崎文夫さん、元医学界の人間なら今回の手術の話も理解してもらえそうですね。
俺がのんきにそんなことを言っていると、中島先生の足が止まる。宮崎文雄？いや、まさか。中島先生の顔が少しずつ青くなっていく。様子がおかしいことに気がついた俺は恐る恐る。中島先生？大丈夫ですか？顔が真っ青ですよ。と様子を伺う。中島先生は俺の言葉にハッとしたのか、何かの怨念を振り払うようにブルブルと顔を横に振り、いや、なんでもない。行こうか。と再び足を運び始めた。なんとなく気まずい雰囲気になってしまって、そこから俺が中島先生に話しかけることはなかった。そして患者の病室へとたどり着き、中島先生が扉をノックする。扉の向こうから老人のどうぞという声がしたのを確認して、俺たちは病室へと入っていった。今回宮崎さんの担当医になりました、中島と申します。早速ですが、今後の手術についてご説明させていただきたく、と中島先生が説明を始めようとしたとき、なんだって中島、あの木下大学のか、と中島先生を見てニヤニヤし始める。中島先生は苦しそうに目を閉じる。そうか、さっきの中島先生の違和感のある様子、俺はもう一度手元のカルテを見直す。出身大学、東京大学、元指導医、例の中島先生の東大偏見の元になったトラウマ指導医だろう。俺は再度中島先生の様子を伺う。中島先生は苦しそうな顔つきだったが、気を引き締めて再度話し始めた。お久しぶりです、宮崎教授。その節はお世話になりました。改めて今回の手術について説明したいのですが。しかし中島先生の言葉を遮り、なんだと？中島くんが僕の手術を？冗談じゃない。東京から逃げたような君が僕の手術を？絶対に認めない。それに僕がわざわざ東京からこんな地方の大学病院に来たのは、今巷で話題の内視鏡の手術を受けるためだ。お前には用なしなんだよ、と中島先生のことを罵倒した。それでも中島先生はめげずに、その内視鏡の手術を僕が担当させていただくんです、と言い返した。教授は少し驚いた様子で、ほほー、君は君で腕を磨いてきたと。それでは聞くが、今まで担当した内視鏡の手術は何件だ、と中島先生に伺う。それは担当者としては今回が初めてですが、助手としては。なんだと、初めての手術をこの僕にするというのか、舐めているのか。宮崎元指導医は顔を真っ赤にして怒ってしまっている。このままではまずいと思い、俺はすかさずフォローを入れる。宮崎さん、中島先生は約2年間もの間、内視鏡の手術を間近で見てきました。技術についても問題ないです。ご安心ください。なんだね、君は。申し遅れました。今回、手術の際に第一助手を務めさせていただく山下と申します。山下？ああ、君があの？いや、噂は聞いているよ。東大医学部首席で卒業して、若手ながらベテラン並みの腕、先輩として鼻が高いよ。君が僕の手術をすればいいさ。と、急ににこやかになる。中島先生のメンタルが心配だ。ひとまず引いた方が良いだろうと判断した俺は。また、改めて説明に伺いますね。中島先生、行きましょう。中島先生と共に退出し、そのままお互いの持ち場に戻った。退勤直後、帰ろうかと思い、ふと休憩室を見ると、肩を落としている中島先生を見つけた。中島先生。気落ちしている中島先生に恐る恐る声をかける。すまない。やはり今回は山下先生に手術をお願いしようと思う。気が弱くなってしまった中島先生を見て、俺は今回ばかりは俺が担当するほかないなと思っていたその時。本当にそれでいいのかい？休憩室に突如石井院長が現れ、俺たちは驚いた。宮崎元指導医と先ほど話をしてきてね。担当医を山下先生に変えてほしいって。
事情も大体は聞いたよ。それなら、どうしてと言わんばかりに戸惑った顔で石井院長を見つめている中島先生は本当に弱々しい姿に見えた。これはチャンスなんじゃないのかい。自分はここまで成長したんだって見せつける。もちろん手術に私情を持ち込むのは良くないことだ。冷静な判断ができないのなら僕も山下先生に任せたいと思う。でも2年前自分の中のトラウマを封じてこうして山下先生とうまくやっているだろう。大丈夫、中島先生なら乗り越えられるさ。石井院長は穏やかに中島先生のことを励ました。俺もつられて、中島先生やりましょう、大丈夫です、俺も隣についていますし、手術中に嫌味言われることなんてないんです。患者さんは患者さんです。一緒に助けましょう。俺たちの激励により中島先生はゆっくり立ち上がり、わかりました、やりましょうと改めて立ち上がってくれた。宮崎元指導医の手術説明は俺と中島先生、そして石井院長も立ち会ってくれて、なんとか中島先生が担当医となることで納得してもらえた。相変わらず中島先生に対しての嫌味はあったが、中島先生は凛として受け流した。そして手術当日、万が一のことがあったら医療裁判を起こしてやるからな。最後まで中島先生のことを脅かす発言をする宮崎元指導医だったが、中島先生は大丈夫です、必ず助けますからとだけ言う。自信に満ち溢れた目と助けるという気持ちに感化されたのか、宮崎元指導医はそこからは静かになった。そして無事に手術は大成功したのだった。過去のトラウマにより必要以上の警戒心から思わず偏見を持ってしまったり、いつもの実力が発揮できないことはきっとみんなあることだ。しかしそれでも過去のトラウマを乗り越え、目の前の人を見極め、そして寄り添い助け合うことは大事なんだと俺は感じたのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。